悲しい。大石さん、名古屋でも何をして。やってきました、名古屋でございます。メイン口ではない、メイン口ではないところですけれども、名古屋に来たことは間違いありません。名古屋初飯です。名古屋一発目、大輪の赤星ですね、うん、雰囲気最高じゃない？雰囲気最高、はい、ということで、あこれもまた一興ということで、乾杯、はい。食事メニューはこんな感じです、うん、もうほぼ90円、めっちゃ安い。ドリンクメニューはこんな感じですね。だこんな渋いのにさ、まさかのメガとかもありますし、メガある。どこ行ってもそうなんやけどさ、ご飯来る前に飲んでしまうの。1時間並んだらさ、だいぶ一瞬なんよ。なくなるの一瞬。それはそうか。やばない？これ食いに来たんすよ、ここに。これは串カツの味噌、90円でございます。いいですね。90円よ、安い。小学生でも買えるやん。確かに駄菓子やん。じゃあいただいていいですか？どうぞどうぞ、あったかいうちに。やばい、湯気でする。いただきます。どっぷりどっぷりつけてたもんな、どっぷり。すごい。次ですね、土手煮でございます。これもね、1本90円、うんうん、いただきます。うまい、うまみが早い。うまいものは早いね、うん、秒速でうまいから。後から来るとかじゃない、うん、ということで2杯目ですね、うん、渋いさ、こういう飲み屋さんとか居酒屋ってさ、めっちゃ入り使ってるイメージ。使ってるね、はい、ということで、でおじがハイボールです。普通のハイボールですね、普通の480円。いただきます、はい、味噌系以外もちょっと頼んだんですけど、うん、左から肝焼き、豚焼き、心臓ですね。これも全部90円です。いただきます、はい。柔らかい美味しいやつですね。うん、タレもうまいんかい。タレもうまいんかい。味噌だけじゃないんかい。タレめっちゃうまい。マジ。ごちそうさまでした。うまかったね。うまかった。マジ最高。これで光栄。はい、ということで2軒目なんですけど、うん、今さっきの八幡屋さんから徒歩5秒、マジ5秒、マジ5秒、ドンキ屋さんにやってまいりました。あ、ありがとうございます。チューハイがめちゃめちゃ種類あって、缶チューハイなんよね。チューハイの種類がえげつないよ。しかもハイボールも頼んだら缶で出てくるスタイル、濃いめのハイボールですけど、ありがたいな。そうやね。いただきます。名古屋2軒目です。はい、です。本日の朝漬け300円を頼んでみたんですけど、うん、そう浅くない、結構浅くない感じの浅漬けがやってまいりました。確かに浅漬けにしては結構しっかりめの、ね、しっかり漬けてない。長年漬けてそうな、うん、浅いんかい浅いんかいだ。程よい浅さ。そうなんや、うん、ちょうどいいんですね。やっぱ、はい、ということは2杯目です。おいしが焼酎ハイボールの白ぶどうサイダー割りで、おじが岩下の新生姜割りですね、はい、なんか安心って感じ。安心そう。缶チューハイってコスパいいしな。えい、
ちなみになんですけど、うん、名古屋市長が隣で飲んでるみたいです。今横に名古屋市長がおるもん。名古屋の人じゃないけど知ってるもん。あの一件で。やめろお前。あのやっぱね、あの全国ニュースとかもなってるから。やっぱ顔はね、やっぱ知ってます。九州カツの味噌ダレ漬けです。これを食べに来たから。うんうん、いただきます。柔らかいくて、ね、すっごい柔らかい。かじらんでもいいぐらい柔らかい。伏見地下街出入り口すごいな、行ってまいります。地下へのいざない勝つ色しとるよ。足を踏み入れます。すごいじゃん、こんな感じか、めっちゃいいやん。永遠飲めるとこやんけ、最高。なんか2人で来たんですけど、1人だけこのセンベロセットを頼んでもいいくらしくって、こちらを頼ませていただきました。ハイボールと赤ウインナー、うずら卵、エビカツ、枝豆を頼ませていただきます。それ1000円よ、やばない？いいね。こちらのセットのハイボールと単品のハイボールを頼ませていただきました。お疲れ様です。うまっ。でもさ、普通の一品メニューも結構ちゃんとある。全部300円は。ドリンクもこんな感じで、定食もありますからね。10月の休みがすごいね。よかったね、休みに当たらんくて。12、ギリギリ、危ねえ。よかったこれって。滑り込みで来させていただきました。ありがたい。こちらセンベロセットになってまして、このハイボール1つと一口串カツで、うずらの卵、はいはいはい、でエビカツ2切れ、これとこれね、うん、でこの枝豆ね、もうちょっと食べちゃいましたけど、はいはい、これ全部で1000円なんです。はいはいはい、どうですか、これで1000円いくんやろがいい、うん、ということでいただきます。これは2杯目ですね。2杯目です、はい、名物がこれエビカツらしいんです。はいはいはい、すごくない？断面見て、すごいな、なんなんこれ。いただきます。なんか言わな、待って、なんか言えよ、待とう。待ったよ、だいぶ何も言えん。いい北島康介はめっちゃ美味しい、やば。あ、それはそうね。え、じゃあタルタルでも食べていい？なんかそうそう、タルタル、これなんか自家製というか、ね、独自の感じが、独自の感じあるよね、見たことない形状。こういう風にいただきますよ。いただきます。買えるほどうまい。あ、いいですね。うん、ブラックペッパー効いてる。竹のつまみ系タルタルやって、ただエビがでかすぎて怖い、全部逃げたわ、エビが。食いすぎない、エビだけ、エビが全部逃げました。めっちゃ美味しい。でもやば、串カツ行っていいですか？いいけど、すごいな、お前。何？そのキャベツ食べたん？キャベツ食いました。ヤギやん。ソースいただいていいですか？はいはい、おいおいおい、いただきます。アップパン、え、何、一口串カツを頼んでいたと思っていたんですけど、うん、今気づきました、赤ウインナーでした。お前だって赤ウインナー頼んでたよ。赤ウインナーお願いしますって。こちらを頼ませていただきました。ハイボールと赤ウインナー、うずら卵、エビカツ、枝豆を頼ませていただきます。それ1000円よ、うまいよ、赤ウインナー。うずらはちゃんとうずら頼んでるよ。うずらうずら、うまっ。お願いします。次、次フレボです。
はい、てゆうこさんね、3軒目はどこ行ってたの？ね、あー、あれやな、あの地下の、そう、あそこですわ。ということで4杯目は、はい、もう名古屋といえばの風来坊を選ばさせていただきました、はい、ということでね、まず風来坊ハイボール、風来坊ハイボールだ、透明でちょっと何かわかんないですけど、いただきます。これあれやん、あれやん、あの焼酎やん、どの飲みやすい、あの芋で飲みやすいって言われてるあれやん、どれ、あれです、二階堂、違う、これダイヤメじゃない、絶対ダイヤメやと思う、そんなことは置いときながらも、はい、お通しなんてこれシャレてんの、おしゃれやな、どれから食べていいか分からない、全部かガッといけ、このキュウリからいくよ、蛇腹キュウリからいただきます、さっきから何も言わんな、大丈夫か、噛み締めては悪いんですか、いやそんな悪くはない、噛み締めて、噛み締めるの何が悪いんですか、動画配信者としての自覚はないんだ、うん、出ます結構ヤバめかもしれない皆さんご期待をしていてください、ご期待、横揺れしだしたらヤバいから、そのヤバいです、構えすぎではまだ何も紹介しない、構える、うまく退治した時みたいな考え方でいやマジで本当ごめんやけど、その、うん、名古屋に来た、風来坊に来たうんぬんの前に、うん、一番好きな食べ物が手羽先の唐揚げなんですよ、別にここに来てコビ売って言ってみたいなことじゃないじゃないですか、うん、今まで散々言ってるじゃないですか、大石の一番好きな食べ物は手羽先の唐揚げ、うん、食べてみてよ、いただきます、うん、名古屋がすごいんかチェーンがすごいんか知らんけど、風来坊さんの唐揚げ、うん、手羽先の統治法、甘いだけじゃなく辛いだけじゃない、甘いだけじゃなく辛いだけじゃない、はい、なんや、手羽先って2種に分かれるやん、2種、うん、しょっぱい塩コショウのタイプの唐揚げと甘じょっぱいタレのやつ、はいはいはい、うん、あれの間やねん、あーなるほどね、いいとこ取ってんだ、怖い、うん、最初甘いと思ったら、うん、いやスパイシーなんかいみたいな、あはい、ってことでお疲れ様です、よし、終わりです、寝ます寝ますじゃん、帰るよ、うん、おやすみ、ごちそうさまでしょおやすみなさいじゃん、ごちそうさまです、ごちそうさまです、ありがとうございました悲しい、おいちさん名古屋でも何をして